さあ、どこに何があるかちょっとわかんないですけども、今日は何を打つんでしょうか。バッチ先生はどこに行くんでしょうか。先生は、あ、めっちゃいい位置にあるじゃん。お目当ての台があるよ。先生、今日は忍びが行きたくてね。忍び、あのもう今回はあのシンプルに、私がちょっと出したい台。出したいっていうことは出したことないんですか。まだ。あら。でも出たとこは、ね、出たらめちゃくちゃ楽しいのよ。あ、え、じゃあ出したことないのに。まだそう。でも見たことある。あ、そう。じゃあ今回は忍び魂で。はい、お願いします。まさに免許改善ということでね。マイクと夏美が講師と生徒に分かれてパチンコパチスローレクチャー。講師役は1回ごとに交代。生徒が赤点を取った場合は先生の責任になり負け分を背負う。レッツスタディーパチンコパチスロ。さあ今回も始めました、世界一打ちたい授業でございます、はい、どうも皆さんこんにちは。今回はパチスロ会ということで、私松本町の方が講師で、先生お願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、生徒さんは夏美さんということでございますけども私しかいないですけど、ね、いや、はい、いいですね。はい、何がいいですか。今日はちょっとあの私好きな台を取らせていただいたんですけども、今まではそんなに好きじゃなかったんですか。そんなない、教えるっていう基準をもとに、うん、あのこのぐらいがいいかなみたいな感じで選んできたんですよ。なるほど、はい、パチスロってさ、あのもう台によってはめっちゃ複雑で、もういや確かに何やってるか全然わかんないんですけど、私なんかはもうわかんないでなること可能性あるじゃない。でもやっぱ何やってたかもう全然分かんなくてもさ、あ、はい、なるほどって言っていやいやいや、何を言ってるんですか。ちゃんと分かってますよ。ちゃんと分かってたやつ聞いてますよ。全然そんなこと言わないでください。分かってますよ。全然分かんなくても私は分かってる。ちゃんと理解してる。はい、あ、なるほど。そんな適当な返事してませんよやるからもういいかもと思っていいかもただね、あの爆発力は折り紙好き、あの月ですから、ただもちろん入るし、まあ本当ね、さっき始まる前に話してましたけど、途中で打ったからくり、あれに、まあ、その描く波としては、まあ、結構近いかなと。ああ、じゃあ結構なんかハードル高そうな感じ。そう、入る人はもう入るし、そう、ハードル高い。前回パチンコ会の時に北斗のラッキートリガー打ったんですか。やったね、はい、あれかも何回も打ってますし、あの台昨日も打ってきたんですけど、いまだ1回もラッキートリガー入ってないんですよ。あれ、ちょっと待って、すごい調子良かったのよかったね、美人に生まれてそれやね、やめてもらっていいですか。よかったね、とっくの間に仕事ないよ、もうやめてくださいよ。顔面ラッキートリガー、顔面ラッキートリガー、そんなことないから、そんなことないから、生まれた時に1回大きなラッキートリガーガーン引いたから、ちゃんと頑張ってんだからさあ、それではそんなこんなで、お渡りで獲得した台が、忍び魂の3となっておりますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。それでは実践いってきます。ほんならいきますか。青、これですね、青7狙いですね。そうやることは、左のとこに数字出てるでしょ、今。これですか？そう、はい。それがカウントダウンしていくんだ。で、ゼロになった時に、まあ、広角に行くのね。で、広角に行ったとこで、レア子役引いてチャンスゾーン入れるっていうのが、まあ、基本的な通常時の流れね。で、チャンスゾーンってなんで、なんじゃっつうと、チャンスゾーン成功すると、はい、AT の月光の時、当たりがそこで出てきますよと。まあ、ちょっとあの選んだ理由の一つっていうのもあるんだけど、はい、これさ、あのダイトさんなんだ。はい。で、AT 入った時に先バレるモードっていうのがあって、え、そう、先バレ、あのリゼロの先バレ、はい、みたいな先バレるモードっていうのがあって、ほう、そう、上乗せする時にレバーオンでバーンバーンってなるっていう、おう、そう、それがね、もう脳に焼き付くわけ。あらららら、そう、リゼロもそうですからね。そうでしょ、おお、ラッキー。え、何で今俺、これ今ゼロになったのね、俺ね。おお、早っ。たまにゼロになって、降格じゃなくてチャンスゾーンそのまま出てくることあるの。
チャンスゾーン先に説明しちゃうと、ここに今7回って7ゲームあるんだ、ここに、はい、ここ7ゲームあるのね、はいはい、でこの7ゲーム使ってこれ1回、今1回じゃん、第1走これ1回なのね、ここ1回から2回に上がったけど、ほう、で上に行けば行くほど当たりやすくなる。へで白だと葉っぱね、で 2回まで上がれば18%ぐらいか、そうで3回まで上がれば38%みたいな。あ、結構上がりますね。そうそうそう、で上がる方法が何でもいいから子役を引くのよ。へ、何でもいいからまず子役ゲームで、そう、うず子役自体を引いて、あ、まあ子役引けなくても、で敵が出てきた時にこのメカニンっていう敵をのこれ子役揃うとこれ減るから、でこれをゼロにすると次の回に上がれるっていう。でこれがね、期待度 40% なんだけど、うん、うまくいくときは簡単に突破できるんだけど、もうこれね、今もうまずいもんね。でラストね、このまま終わったらまずいよっつうとこで、なんとか、あ、発展ね。え、どういうことですか、これは。ね、発展しちゃった。あ、どういうこと。これね、多分ね、俺取ったわ。え、何これ一番弱い敵なんだ。え、で なんで取ったんですか。多分ハッパーで当たったか、朝一そういう得点があるかちょっとわかんないんだけど、朝一ってね、たまにこういうこと起きるんだよね。まだ何も出てないんだけど、何これ多分当たると思うんだよね。ほら、でチャンスゾーン突破すると結構時では AT が当たるっていう。え、これ当たり。ほう、まあ、ここまでじゃあまず頑張ってくださいっていう。そこまでのそれを今すっごい簡単に見えたんですけど、私は何もしてない私はラッキー。ラッキー、シンプルラッキー。星3000円ね、すごい。え、それでもゴールではないんですよね。全然全然、え、もう今全然まだスタートラインにも立ってない。こわ、まだ 50% でやろうかな。先バレルモード、この先バレルモードっていうのを気になる。こう選べるのよ、うんうん、オフ 25%、50%、100% って選べて、でこれ来たればじゃあ、そう、期待度、おお、面白い。で 100% にしとけば、なったら上乗せがもらえる。そうそうそう、で俺は 50% で、 50% いいっすね。ああ、まあ、どこになるんですか、こうレバーを、レバーを、そう、レバーを、面白い。バーバーってなるからね。で、その連続 S 今発展してるけど、それに成功するとさっき俺がやってたチャンスゾーンね。ああ、そうなんですよ。あ、いい、おい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 ってなんか今消えてるんですよ。ゼロになったのね、はい、ゼロになって本当は夕方の広角なんだけど今夜なんだ。あ、これね、そう、この後ろ背景夜なんだけど、夜だ、はい、で夜でスイカ引きましたと。あ、これ 75% でチャンスゾーン出てくる。あら、たまに直撃もある。順調ですよ今のところ。いい感じですね。私は先に AT 楽しませていただきますから。召喚してどうなる、何なんですか。これはね、もうゲーム数上乗せ、忍び魂といえばゲーム数上乗せなんだけど、はい、まあ、ゲーム数上乗せをするために、まあ、とにかく、まあ、ここと一緒だよね、この3種類、これ紫ってチャンス目なんだけど、あ、はい、この3つの子役をいかにもう片目引きできるか、もうそれに尽きる、正直。あ、弱いね。これのこと？そう。あ、入る入る、多分。はは、継続？そうそうそう。でさっき引いたスイカでチャンスゾーンに入った。これ、そう、これチャンスゾーンね。あー、入りました、はい、で左上の7が、そう、7がなくなる前にまずは子役を1個引いてください。何でもいい、リプレイでもベルでも何でもいい。はい、オッケー。あ、こういった状態これでも、OK、もういいんですね。はい、で敵が出てきた、はい、でこの敵を子役を揃うたびにHP が減ってくから、そう、逃げられる前にそれをやっつけてください。わかりました。でナビが出れば熱いんですか。そう、ナビが出れば子役確定だから。はい、オッケー。あと2回、あと2回なんですね。あと2回で次の回逃げる。で逃げられる、はい、逃げられたからもう1回探す。そう、それを繰り返す。子役を揃えれば、まあ、たまに外れても見つかるけどね。あ、ですか。そう、敵を、そう、敵、はい、見つかった。行きました。はい、子役引いてやっつけて。あれ、めっちゃ減った。そう、あと1回これで。そう、あと1回、基本3回当てればね。あ、さっきの生きてるんですか。そう、生きてる、生きてる、生きてるんですね。はい、見つか、もう1回、もう1回、もう1回見つけないと、もう1回引かないと。はい、子役、あと2ゲームあるから。はい、オッケー。オッケー。はい、オッケー。そう、上手。いや、まだ当たりじゃねえか。もう当たってる気分。2回になったじゃん。そう、2回にいったでしょ。で、まだ7ゲームに戻るから。そう、これを重ねるわけですか。そう
ばい。何でもいいのよ、リプレイでもベルでも何でもいい。やばい、あー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 、やばいやばいやばい、下手くそ。はい、これで勝って18%で、そう、青だから18%ね。ワンチャン、ワンチャンです。そう、なくはない。敵は誰ですか？強い、強そう。あ、敵強い。はい、やられた。残念。なるほど。はい、もう一周と。わかりました。そう、だから数字揃えるまでの、マパチンコでいう数字揃えるまでの作業ね。なるほど、なるほど。で、見事数字揃えた僕の方ですけど、子役が全く引けないので、もう間もなく終わると。もう間もなく。あらららそう、だから ST すら入らなかった状態みたいな感じだね、これはね。あ、なるほどね。というわけで、上乗せもなく、あ、ちょっと高設定したジャックね。あ、なりました、さっきバレーならず。なんかならないですよね、うん、子役引かなかったからね。かか、あ、はい、僕ももう一周だね。今でどのぐらい出たんですか？100枚。あらららら、うん、今日は出すぞ。そろそろ私出したいです、本当に。今日は頑張って出そう。ああ、ロンマイ、さっきと同じだ。当たったらラッキー。あららららら、チャンスゾーンも取ることなく4周期。一応この5回降格行くと、はい、5周期目で必ずチャンスゾーンはもらえるんだ。あの上に手裏剣刺さってるじゃん、数字の上に1って。あ、刺さってます。おお、あ、なんか、え、なんか入ってません？ちょくった。今日はな、バッチさん、な、何なんですか？え、これ確か設定差すげー大きかったような気するんだよな。まだ判明してないんだけど、ただラッキー、すごくないですか？これはシンプルラッキー、今日ラッキーボーイじゃないですか？1万3000、ラッキーボーイだね。今日やばいですね。これはラッキーだわ。これはまあ特殊パターンだね、すごい。あんまりない。100にしよう、怒りのバレル100にするわ、夕方。ああ、だったら上から使って。それもあの海物語で魚群を70% のカスタムで外したから100にするみたいな感じですね。そう、うん、もうどうせ出ないんだったら 100% ずつ。ムカついたから怒りの 100%。 怒り 100% 出たら確定。継続 OK。 暁もらえそう。よしよしよし、暁ね。で、暁モード 10ゲーム間、暁の時っていうのことが1個とあって、でこの間はレア子役引けば必ず上乗せする。へー、だからこの暁中にスイカ引くのがベスト。でこの上に大暁っていうのがあって、その時は引けば上乗せ確定プラス乗ったら3桁確定になる。あんまり全然いかないんだけど、いかなそう。だからもうここでね、坂のなんとか、そう、先張り入れてるから、もう引けば、ったらもう引けば絶対になる。ただ10ゲームしかないから。はぁ、あ、終わっちゃう。音聞きたい。頼む。はぁ、あ、はぁ、あ、ならない。ゼロだ。はぁ、あ、ならない。一個もレア子役引けない。セット数もなしと通常パターンね。はぁ、あ、何も起こせずに118枚。むずいな。そうなのよ、レア子役一個も引けてないんだもん。となくなってる。安定の天井スタートじゃないですか、夏美先生。安定とか言わないでくださいよ、ちょっと。安定のお破天じゃないですか。あらら、どうしてなんでしょうね。おかしいな。毎回朝一天井に挨拶しに行くんだもんな。おはようございます。隅々まで。隅々、丁寧にね。丁寧に。天井にいる方もおはようございます。と思って今日もお願いします。お願いしますって。負けるなこれ。
ってことは自力か。ああさすがにきついね、さすがにだね。でもパチスロは増えたね。もうほんと出てる人だけめっちゃ出て、あ、うん、荒い、そう出ない人はもう何ももらえないみたいな台増えた。結構収支とかすごい不安定そうですね。不安定だよ、怖い。俺1月さ、うん、今年のそう1月の、まあ、第4週に結構連勝して、あそこから調子まあまあ良くなったんだけど、第3週目までに俺80万負けたから、ね、今年入ってからの1月の第3週までで20日ぐらい20日ぐらい、はあ、もう平均投資7万みたいな。本当ですよね、そんなペースですよね。そうです、マジだね、怖っ。助けてくださいってなったよ。セカチューだよマジで、こう返してくださいお金返してくださいそう、ちょっと長い AT をねやってほしいね。すごい楽しいから。あ、そうなんですね、やりたい。すごい楽しいのよ。上乗せをねした時に、普段はマイゲーム2枚で増えていくの、月光の時って、はいはい、で上乗せした一部がまあ、ここに新速っていうランプがここ、はい、これがついて純増が 4.5 倍になるんだ。早い、すごい。そう、2倍以上になって、でそれがね、一回それに行ったら今度はそっちのゲーム数とかも上乗せしたりとかして、おもろいんだ。その間さ、その先バレルを入れておくとさ、もう出す人はさ、まあ、バー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 ってずっと言ってるみたいな。すごい、自分が出てない時はちょっとムカつくやつですか。そう、おまたかよみたいな。そうだよ、なる人はなるからね。私もこの前、隣の人がラッキートリガー結構もう午前中に3回ぐらい入ってて、でずっと何でしょう、鳴るやつ、鳴る、ああ覚えてますか、それなんだっけ、先クラッシュじゃなくて、なんだっけ、私も忘れたんだけど、待って、昨日打ったのに、なんだっけ、待って、ダメ、思い出さないと脳がどんどん老化していくから。思い出しますね、ちょっと言わないでくださいよ、頑張って、もう老化しよう。ほんと終わってる、記憶力。先ってつく、違う、つかない、つかない、カタカナです、カタカナです。うわ、なんだっけ、もうギアクラッシュが頭から離れない。全部カタカナだっけ。カタカナです、絶対カタカナ。待って待って、スタンバイ、違う、スタンバイじゃない。待って、あー、やめて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 、そうだわ、やめてやめて、言わないでくださいよ。ああそうだわ。え、なんで思い出したんですか、なんで思い出したんですか。いや、俺は教えてもらった、今。あ、今思い出した、ああ、そういうこと。俺は教えてもらった。ああ全部カタカナです、確かに全部カタカナでした。うわ、結構引き戻した、引き戻した。何事、はい、直撃だ、多分。今日何なんですか、わくさん。こんな安いヘスから直撃したの。何今日。ちょっと気になってる間に前兆の強さ全然見てなかったけど、二発目のチョコ、これは直撃ってことだ。え、待って、何？え、あ、だからチャンスゾーンが当たった。ああ、そうそうそう。それもある。ずっと私思い出してた。し、天井だろもう。あ、そっか。あ、間もなく。待って、もうダメ、私集中できない。大事なところなのに。ああ、教えてあげようか。ダメ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 、動画腐ってくる、それでどん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 。早く思い出してよ。思い出す時が大事らしいですよね、こういうのってね。そうね。そうそうそう。脳が活性化して。あ、そうだってなるからね。そうなるから、アハ体験みたいな感じだよ。文字数だけ教えてあげようか。いや、大体は分かるんです。文字数、大体分かるんです。じゃあ、このぐらいですよね、このぐらい。ふふふんって言ってみ
みて、ふふふふふふんで言ってみて、文字数を。ふふふふふみたいな。ふふふふふふみたいな。ああま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 あ。八文字、六文字中八文字ぐらいですか。まあ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 。そうだね、そうだね、そうだね。ちょっと忍び魂大事なとこだから早く思い出してよ。早く。二人とも当たるぞこれ。え、これ今俺直撃だよ。あらららららいいよ。よし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 。チャンス目、チャンス目。あら、何にもできなかった。天井やね。天井って感じですね。あ、そうだった。ほら、出た出た出た。それが外ね。あー、それも夜なんですか。外で戦う時は確定だから。周りがレインボーで全然見えない、これが逆になんか散る気が散る気が散る、なんかこの色がレインボーでなんか散る気がなんか見えない、目星ができない、見えない。あった、熱くなった。はい、いや初めてですよ、初めて初めて。2万7000円、2万9000円、2級か1級ですよ。まだ1級、まだ1級です。俺も1級か。初めて行きました、頑張ります。これ何ですか。これは右か左を当てて、あ、じゃあこれをしちゃダメってことですか。そう、左は押さない。何でもいいですか。何でもいい、右でも左でもどっちでもいいです。はい、正解。正解するとその右上のカウンターが溜まってくんだ。正解。あ、これあの、まあ、最初だけ出るんだけど、ベル引くたびにここのカウンター溜まってって、はい、まあ、25ゲームこう溜めるとこの暁に行ったりする。さっきの子役引いたら上の差確定の10ゲームの状態に行ったりもする。今行ってますよね。そう、俺は1回目です。私21位です。今でそれが25まで溜まった時に、もう少しだ。そう、3回に1回で。でバレルは、あ、そうだ、やりたい。これで選べる。私50にします。じゃあ OK。 すごいじゃん、もう。思い出すこと、思い出そうとすることも忘れちゃってる。あ、もうやめます。一旦こっちに。今ここに置いてます。あ、ここにあるのね。保留してます、ここにね、ここにあります、大丈夫です。いや、ここに収集しなきゃなと思って。今大丈夫ですもんね、初めてなんでね。もうもちろん大丈夫です。そこまでバカにバカになってないです。大丈夫大丈夫、そこまで老化してないです。まだ安心してください。それすら忘れちゃったのかと思った今。怖いよと思って。おばあちゃん、おばあちゃんじゃないですかそれ。よいしょ。あ、なんかこの音ですか。そう、ギリギリラスト1ゲーム。そんなギリギリ。何何何、これ、あの、鳴ったから俺 100% だから上乗せ確定なんだ、はい、だスイカの方が熱い。スイカだと50以上だから。え、チャンス目よりも。スイカだ、スイカの方が熱い。50以上。そっか、言ってましたね、さっき。さっき立てて来い。だ、50かで、乗りました。はい、乗って、で、ここでこのカットインが出て、はい、出た出た。ちょっと、なになになに、これ止まると今乗せたゲーム数が全部新作になるの。え、止まるとね、純増が 4.5 倍になるっていう。あーしょー。これどのぐらいの割合で止まるんですか。これね、3回に1回ぐらいって言われてるんだけど。うわー、綺麗で、こっから 4.5 倍。すっごー。そうで、4.5 倍に上がるのと上乗せ率も上がる。威力もアップするし、純増もアップするっていうので、こっから追っ始まったりするんだよっていう。はあ、ギリギリ間に合った。うわ、すごいですね。そうだからね、何でもいいの、何でもいいから子役を、とにかく。よし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 。これボーナスじゃねえかな。うわー、つっ。で、上乗せ？そう、数字が燃えてるときはこっちの上乗せなの。へえ。で、数字が燃えてないときはこっちの上乗せ。あ、そっちの上乗せもするってことなの。そう、どっちもする。チャンス。はい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 。ほら、なり始めた。何？ほら、なり始めた。どこら上がる？あー、で、あ、これも普通だ。これも燃えてないからこっちの上乗せ。ほら。何？急になるじゃないですか。そう、偏るのよ、子役めっちゃ。何事？そう、あんなに弾けなかったのに。何なの？こうなるのよ。なんでなの？そう、偏るの。あんなに弾けなかった。
ごい偏りな、一回鳴り始めたやつすげえ鳴るんですよ。すごいなる。もう BGM みたいな、なんかもう驚かなくなりましたね。ブリャーブリャーって今始まりかけてる。かけてる。そう、 ST は取った。だから始まってないんですか。始まってない。え始まってないのよ。はい、え、待って待って。今ようやく。ゴールはどこですか。ここ300とか持ったらゴールだね。あ、そういうことですか。もうなくなるから、すぐなくなっちゃうの。あー、そう、なるほどなるほど。まだ油断できないって感じなんだ。だから言ったら、正直ラッキートリガーには入ったと言っていいかもしれない。あー、入ったけど、まあ、伸びるかどうかは、みたいな。こっからこっから、そう。なるほど、そうかそうか。ラッキートリガー入っても5連とかで終わったらもうって感じですね。そういうことか。今、ラッキートリガーには入りかけた。うん、入りかけてる。入りか、あ、かけてる。私はね、全然ならないですそうでしょ、そうなんだよ。でも一回鳴り始めたらあれだから、ね、すごい鳴ってますもんね、鳴り始めたら。そうで、しばしね、静かになったと思ったら全然乗らなくなってさ、よし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 、あ、チャンス目か。 OK OK OK。 ほー、全然ならないよ、終わっちゃうよそうなんだ、だから選ばれ、ね、これ選ばれないとダメなんだ。さっきやってたんですね、これをね。そうなんだよ。あららららららら、ら天井まで行って駆け抜けてる場合じゃないんだ。終わっちゃった、これ終わり。ダメ、終わり終わり終わり。天井まで行ってこれか、終わり。150枚くらいやり直し、しんど詐欺闇の名前でも思い出してね。思い出せるよ、まだ若いんだから。小さいカタカナ入ります。あの、つ、うん、あ、違う、小さいカタカナ入ります。小さいカタカナというか、あの、ゆとかやも含めて。はいはい、なんて言えばいいんだろう。あ、入る入る入る、はい、入ります。入るね、入る、うん、入る。それに引っ張られる気持ちも分かる。ギアクラッシュみたいな感じの、まあ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 、そうだね、名前ですよね。そうだね、うん、そうだね、うん、ほんとそう。フラッシュ、うん、フラッシュ、ほほほ、フラッシュ、おお、何フラッシュ出るだろ、そこまで行ったら。なんで出ないんだ、これ上が出ないです、上が。ほう、何フラッシュ、前半が出ない。ほう、何フラッシュよ。じゃあちょっと遠目のヒント1個出そうか。はい、すごい遠目の、日本語だよ。日本語カタカナにしただけ。そう、あっ、おー、乗った。止まりそう、止まりそう。あー、違った、上乗せだった。忍び目、先フラじゃないしもう出そう、もう出そう、今にも出そう、まあ、どうやって出るかみたいなところから名前つけたんだろうな、多分。お、まさか、何、うわ、裏行った、何何何何、これで新速を、ごめんね、思い出したいとこ、はい、新速の状態で50ゲーム走る、50ゲーム消化するごとに、うん、裏月光の時の抽選をやってて、で今俺それに当たってこれ裏に行くんだけど、裏に行くとまた性能が変わって 80% 継続の、ゲーム数上乗せじゃなくなって 80% 継続に今度AT が進化する。何を言ってるの今あるいよいよラッキートリガー、これ下道だったの。それで、で、そうで、こっからがいよいよラッキートリガーと言っていいかな、バランス的には。で、この抽選に受かって月光の時が裏になって、これがようやく、本当だ、裏返ってる。ようやくね。かっこいいよな。まあ、これがもうラッキートリガーと言っていいんじゃないでしょうか。本
当だ、なんかいい音鳴ってる。これ昔からあるんですか？いや、今回から、そう。で、今持ってたゲーム数が全部、4.5 倍になって、で、こっからはもうね、継続率になる。で、上乗せるはもう全部ストックになるから、連チャンストックになる。だ、80% 継続の。そう、まあ、私はもうそれどころじゃないんですけどいや、突然来たな。やっぱこういうのって突然来るよね。ゆっくりじゃなくて。引っかかった。わかった。いきなりフラッシュだ。あ、正解。今の急に思い出した。急に。急に思い出した。急に思い出した。何なんだろう。急に思い出したでしょ。うん、なんかもう脳の奥をこう、もうこう茂みみたいなのこう、あー見つけたみたいな感じですよ、もうワードを。今だからずっとヒント出したんだ。そう、確かいきなりだ。そう、こういうのって突然来るよね。急に来るよね。突然。いきなりだ。そう、いきなり来るんだよね。すっきりしたね。すっごいすっきりする。すっきりしたね。気持ちいい。すっきりしたね。よく聞かないで思い出したね、でも。もう悔しいから。なんで忘れちゃうんだろう。やっぱり老化かな。いや、そうだと思うよ。全く出てこねえもん、俺。